ここ数年うどん毛と呼ばれる小さな白い花が世界各地で発見されています仏教の経典に記載されている伝説の植物なので中共メディアはこれまでほとんど取り上げませんでしたが先日韓国に現れたうどん毛に関しては多くの中共メディアが伝えました中国の主要ポータルサイトを含む中共メディアは10月20日以降 韓国の大学で発見されたうどん毛の花のニュースを相次いで報道しました。報道によると、韓国の長安大学のキャンパスにある石像に、100輪以上のうどん毛が開花しました。この花は3000年に一度しか咲かないとされ、良いことの前触れだとも言われています。実際、仏教の経典、ホッケモングには、うどん毛は3000年に一度しか咲かず、 その花が咲くときには、天輪女王が法を伝え、人を再度すると書かれています。中共の重要な会議が開催されている最中に、このような仏教に関わる伝説が完成メディアに報道されるのは極めて稀なことです。新東人テレビがお伝えしました。